リリーカーナオフィシャル YouTube チャンネル。ここはまず弊社が出退勤の時に押すやる気ボタン。わー、こうやって自分が出勤する時につけて帰る時は出て。すごい。すごい。めちゃくちゃかっこいい。で、それぞれのところに言葉が書いてあると思うんですけど、これが自分を高める言葉、っていうのが。で、私だったら挑戦。社長だったら、まあ、自分らしく挑戦だったり、そう、自分を高める。だから切り替えが必要です。おー、すごい。え、小雪だったら何？私だったら、息ですね、私は。息？息。あの、私の座右の銘、息なの。あ、そうなの？息に行きたいっていう。ちょっとあの、会社向けではなく。大事な人には一杯おごるっていう。あ、そういう感じね。そういう生き方がしたい。あ、そういうスタンスいいと思うよ。で、続いてこっちなんですけど、まあ、弊社が取り扱ってる主戦に3つで、まあ、ボタンとランタンとインジケーター。インジケーター。あー。で、これを触ると、あー、すごい。でもよくエレベーターの乗り場で見るような光景だと思います。これ実は触ってみてもらって、接触が、ね、こういうの実際にまだ販売はしてないんですけど、工場の中でこういうのが作ってます。今のご時世にぴったしじゃないですか。この中ではこういうのが重宝されるべきだと思います。じゃあ問題なんですけど、はい、ここエレベーターじゃないですか。どういうふうに入るか、どういうふうに入るか。それもこう、じゃあ、手でこう、クエンって、あの、芸人さんがこう、ミックスする感じの、で、どうですか？滑ってるかもしれない。ヒントが、はい、重いって。本当だ、重いって書いてある。重い。ここに体重を乗せると、開くみたいな。違います。重い？何が関係あるの？あと、触ってみていただいて。で、ちょっと、え？あ、待って、え、扉？え？待って、秘密の扉。え、やば、やば、なにこれ。え、すごい、入っていいですか？はい、大丈夫。え、仕事してる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 、お願いします。変な仕事してる、うちらだけ遊んでるの。エレベーターじゃないんですね。すごい。そういう、で、これは2033っていう、はい、何の年に変わったか。11年後はオリンピックではないか。左、あっ、グリーンヒーローだったんですけど、弊社が創業して100年目の年に2033になってます。ちょっと11年って100年なんですね。すごい。すごいですね、本当に。頑張ってる新卒です。すごい。じゃあ実際にちょっとオフィスの方に入ります。はい。すごい。オフィスに立ってます。すごくおしゃれですね。おしゃれですね。社長が全部作ったんです。もともとは壁があるオフィスだったのが、やっぱり他部署との交流をしたいよねっていうので、全部壁をぶち抜いて。なるほど。だからどこの部署で何が起きてるかっていうのを全部把握できちゃうっていう、それは。サボってるのも一目瞭然。そうだね。YouTube 見てたらバレる。バレる。でも、まあ、今の時代はこんな感じなんだね。なんかさ、アメリカのトレンディードラマって感じ、ね。ああ、ぽい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 。え、すごい、ここ。オープンイノベーション。カジュアルな会議をするとき。カジュアルな会議って、カジュアルじゃない会議ってなんだろう。人事効果。人事効果、これ。社会一緒ハンモックがあったりする。え、どうしようか。現代ハンモック乗っていいんですか。小雪さん、ハンモック乗っていいそうです。私結構人生初のハンモック。あ、そうなの、うん、よかったじゃん。座れる？大丈夫？ボキって言わないこれ。大丈夫？大丈夫？大丈夫。50キロ耐えれる？やばいやばい、50キロもねえわ。え、楽しそう、小雪。楽しい。これ使い方合ってます？合ってます。
ハンモックに乗って会議ですか？全然可能です。やばすぎる、近代すぎる。やばい、就職したい。お待ちしてますよ。でも遊んじゃうな。遊んじゃうね。うちら絶対怒られると思う。怒られちゃうすぐ。ミシミシって言ってるのは大丈夫？これ壊すなよ。え、これは何ですか？これも何かと見せかけてリスなんですよ。え、ジェさんの社長がお手製のリスになってます。これ出しても大丈夫ですか？はい、あ、すごい短いんだ。案外これ座り心地が良くて、ちょっと座ってみて。失礼します。どうよ。お、なんかね、うん、ちょっと沈む。あ、沈むんだ、うんうん、全然なんか痛くない。あ、そうなの。気持ちいい。マッサージ、うん、マッサージまではいかないかな。でもなんかこう座布団みたいな感じで座ってみる。そうなんだ、うん、座りたい。失礼します。あ、ほんとだね、すごいよね。いい、うん、沈む沈む、すごい。ここが組み立て、1階がものづくりの、そこで出来上がったものを最終工程としてここで組み合わせて検査をして最後お客様の手元に届ける、そういう部署です。すごい、一個一個の作業間違えちゃったら違った発想になってしまう。これはなかなか難しいです。ここが大事なところだ、うん、すごい。なんかパッと見なくて、皆さんめちゃくちゃ若いですよね。そうですね、比較的若い組織かなって思います。職人さんな未来のエレベーターを支える日本を背負ってる若者たちがここにいます。行きましょう。右側がアクリルグループで、左側が板金。うーん、多分見たことあると思うんですけど、こういうもののここがアクリルでやっていて、ここが板金。こういうものを全部一個一個私たちが手作り。え、すごい。全部を作ってる。はい、そうです。この1階のこのスペース。はい、そうです。実際にこの、これがマシニングっていう機械加工でこういう形になるんですけど、うん、その機械が動いてる様子を実際にお見せしたいと思います。いきましょう。はい、雪国みたい。周りにあるのはアクリルの金着なんです。すごい、大きい大きい、すごい。おお、なんかすごい、あの台湾のかき氷削るやつみたいな。あー、ね、え、触っていいですか？どうぞ。あ、硬い、すごいよ。あ、硬い。あ、これで、はい、そこにも刃がついてるんで、はい、上から落とした穴開けたりができるんで、回転が前に進めば今やってるような感じで、いろいろできるんですね。こちらの作りも今ここあるんですけど、はい、これに直径1キロぐらい。あ、繊細、はい、これかな、これか。そうそう、あのもっと細いのがある。もっと細いのがある。うわ、この字を彫ったんですけど、あの 0.4 ミリですね。シャーペンの芯よりも細い。すごい。まあここに書いてあるんですけど、0.4 削ってから色を入れるって感じ。そうですそうです。だから彫り込んでから色を入れて、でさらにもう一回。してるかと思ってたんですけど、印刷だと触ると剥がれるじゃないですか。あ、なるほど。埋め込んじゃえばもう触るのなくても一応取れないんで。そうですか。はい。わあ、すごい。ありがとうございます。ご親切に。お忙しいところ申し訳ないです。ありがとうございました。鉄板を切ります。鉄板を切ります。はい。ざっくり言うとそんな感じなんですけど。ちょっと火花飛ぶんで、はい、大丈夫かと思いますが、ここからでも見えるんで、はい、
石がな。こんな切ったばっかなんですけど、全然手で触ってもらっても。あ、すごい。合ってないぐらいの感じ。ありがとうございます。え、すごい。すごい。レーザーすごいよ。熱くないんだね。熱くない。全然熱くない。あったかい。そう。あ、あったかい。優しい。ちょうどあったかい。出来たて。出来たての鉄板をいただきました。いただいてはない。いただいてはない。大事な製品ですから、お返ししますよ。ありがとうございます。あったら、うちで切ったボタンちゃんです。あ、ボタンちゃんだ。すごい、すごい、すごい。ありがとうございます。え、めっちゃかわいい。いただきました。めっちゃかわいい。あ、これなんかカバンにつけよう、ライブの。うん。あ、三島さんのももらっとく。強制的につけろって。そうそうか。社長の分もあるし。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。社長の分もいただきました。仲良くつけました。仲良く。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じなんだ。いや、そんなこともないと思うよ。ここがすごすぎるだけ。ビリヤードも卓球もあるんだけど。リフレッシュルーム。これも社長さんのご意向で。はい、そうですね。社員が一人一人椅子を出して働いてもらいたいっていう意図があって、まあ、ここで楽しく過ごしてもらう。すごいよ。聞きましたか、社長。聞いたか、社長。だってさ、電車の中の椅子のスペース、すごい、こんな優雅すぎん、優雅すぎん、これ、いいなぁ、いいなぁ、すごいね、なんかいいなしか言えん。卓球もビリヤードもピアノもあるよ。あ、ピアノもある、すごい。キーボード、キーボードかな。あ、待って、なんかゲーム、人生ゲーム、VR もある。待って、どんなページ、すごい。結構皆さん遊ばれるんですか。そうですね、昼休みにここでランチを楽しむ社員もいれば、朝早く踊ったりだとか、踊る踊ったりもしますけど、彼がダンスめちゃくちゃうまい。あー、秋さん、晴れるよ。ちょっと、よろしける。無茶振りすぎ。僕EXILEが好きで、EXILE系のダンスを踊ってるっていう、まさか踊ありがとうございます。すごい。キレキレ。キレキレなんだけど。休憩中業者じゃない。疲れさせてしまった休憩中。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうことができる。いい会社。こいつは戻れるよ。小雪さん戻れるね。これできないけど。大丈夫です。セグウェイもあります。セグウェイ、小雪さんセグウェイ乗ろうよ。私ね、苦手なのよ、こういうバランス系、意外と。介護、介護。わかった、わかった。こうか。こんにちは。ちゃんと前向いて。社長が。介護だ。よたよた。ちょっと一人で頑張ってみて。お、行けた行けた行けた。来た来た来た。はい、こっちで。ランランラン。直しか。お、来た来た来た。いい感じいい感じ。いい感じ。回れる？来れる？うん。あ、著作権か。大丈夫。アカペラなら大丈夫。オースターのやつだね。
どうやって降りるんですか。降りれない、降りれない。後ろに、はい。お、はい。すみません。苦手なのよ私はバランス系本当スケボーとかも全然できなくてえ、ゆうかも乗りたい。あ、乗りな。よし、行きます。せーの、あ、よいしょ、あ、はいはいはい、すごい。あ、でもこれいけるかもおばあちゃん、おばあちゃんがおばあちゃん頑張って、おばあちゃん頑張って。曲がりません。なんかね、こうこっちに、この棒をこっちにしたら曲がる。こういうこと。そう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 。セグウェイって難しいな。難しい。今の一瞬ですっごい腰が、うん、今の一瞬であなたの50年後を見た気がしました楽しい。セグウェイ楽しいけど、すごい。でもなんか地面が今こんな感じで揺れてる気がするもん。すごいね、この広い。いいね、いいね、空手できるし。ね、うん。これが令和の会社ですよ。ね、今の。素晴らしい。素晴らしい。こう、最新を追い求めてる感じがしますね。すんごい暗いんだけど。ちょっと待って。はい、ということで、ボタンチャレンジと工場見学終わりましたけど、どうでしたか？あの、ボタンはね、思ったより体力があった。そうかね、難しかったね。意外となんかうまくできて嬉しかったです、私は。なんかもうちょっとね、練習すればいけるなと思ったけど、体力限界何歳だねであとね、工場見学もさせてもらいまして、エレベーターのボタンを作ることなんて見ないじゃん、うん、本当にね、現代の会社を見た感じ、見た感じする。普段こんなの、あの本当にあの目にくれることないので、佐渡急死自分の工場しかないから、本当になんか新鮮で、もみんな現代の、あの若い子はこういうところで働いてるんだな日本のね、未来をこうちょっとワクワクさせるような希望の光が見えましたね。はい、というわけで、あのこちら島田電気製作所さんは毎月ゼロのつく日に工場見学も一般で開放しているようなので、まあ、あの今年は残念ながらもういっぱいになったようなんですけど、来年もある感じですか。はい、あ、あるようです。来年の応募がまたありますので、皆さんもぜひ来てください。ください。以上、リリークロンでした。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。